今度は前蹴りから後ろ蹴りの有効な行い方を説明します。まずポイントになるのは前蹴りをした後の膝の引き付けです。しっかり引き付けてから相手を見て、しっかり引き付けて相手の位置を見て足を下ろす場所を確認します。それからなるだけ目を離さないで長い間相手を見て、ねじった体のバネを利用して一気にキッとです。流れの中でこういう蹴りではなかなか相手に返されてしまいます。ポイントはしっかり溜めて相手を見て一気にパン、こういう感じですね。はい、じゃあバランスを崩すと相手の反撃を食らってしまいます。もし空振りをした場合でもしっかり蹴って次の攻撃につなげられると思います。蹴って空振りしても次の攻撃につながると思います。その手